はい、どうも、シュです。今回はですね、深刻に生きるのをやめて真剣に生きようっていう話をしていきますね。深刻と真剣って、まあなんか似たような言葉なんですけど、なんかついついね、こう私たちって深刻に生きてるんですよね。真剣ではなく深刻です。これもなんとなくイメージつくと思うんですけど、深刻の方がネガティブで、真剣の方がどちらかというとポジティブって感じなんでしょうかね。特にね、まあ、私もそうなんですけど、こうメンタルが病みやすい人っていうのはね、何かとこう深刻に生きがちなんですよね。明日のあれどうしようかなとか、今度売り上げいくつ立てないといけないかなとかね、あの人あんなこと言ってたけど本当はどうなんだろうなみたいなことをね、こう深刻に考え続けてしまう。なので心がこう蝕まれていくっていう状態なんですよね。まあ、大体ですね、深刻に考えてもこう状況が良くなるってことはもうほとんどないわけですよ。じゃあ今のを真剣に考えるっていうふうに置き換えたらどうなるのかっていうと、仕事とかしてる方だったら売り上げいくら立てないといけないってなった時に、じゃあそれまで何日あるから、まあ、逆算して考えてこれだけの日数がありますと、じゃあ1日これだけ売らないといけないよねみたいなことが見えてくるわけじゃないですか。よし、じゃああとはやりましょうっていうのが、まあ、真剣に考えるってことですね。もう道筋を自分で真剣に作っていって、まあ、もちろんうまくいくかどうかっていうのはもちろんわからないんだけど、でも一定の目処をつけてね、やっていきましょうっていう話なんですよ。割と淡々としてるんですよね、真剣な方っていうのは。ただこれをね、深刻に考えてしまうと、うわあれだけ売り上げ上げないといけないとか、もうあと何日しかないとかさ、毎日これだけのものをやらないといけないんだみたいな、こうプレッシャーに感じるというか、なんかこう常にハラハラドキドキしてるような感じなんですよ、深刻というのはね。もうすごく究極的な話をするとね、じゃあ何かを失敗したからといって、例えばなんか誰かが死んでしまうとかさ、自分がこれから先生きていけないとか、そういったことってまあほとんどないと思うんですよね、現代社会で。なんかすごい昔のさ、戦国時代とかだったらさ、なんかこうお城に住んでる領主様とかに対してなんかすごく失礼な態度を取ってしまいましたと、その人が歩いてるの気づかずにさ、なんかこうぶつかっちゃってこう汚しちゃったみたいな。で今だったら、現実社会だったらさ、まあなんかすいませんっつってクリーニング代ですとかさ、クリーニング出しときますとかってそれで済むんですけど、まあ昔だったらまあ下手したら殺されてますわね。なんかこうブレムラーとか言って言われてその場で切られるかもしれませんけど、まあ、なんかそのミスをしたことによって命を落とすみたいなことっていうのは、まあ、現実社会ではないわけですよね。ないんだけど、なんかこう感覚としてはさ、もうこれミスったら死ぬみたいな、もうこれミスったら仕事なくなるみたいなさ、なんか私たちって常にこうそういう感覚で生きてるよなっていうふうに思うんですね。もちろんだからといって、まあ、世の中全てがねイージーモードだよねみたいなこと言うつもりは全然ないんですけど、ないんだけど、こう私も振り返ってみるとですね、もうサラリーマン半年しかできませんでしたと。で大学もさ、なんかまあ別に学歴とか関係ないって言いますけど、でも全然勉強できなくて、偏差値も35ぐらいしかないようなエフラン大学に行くような生徒だったので、まあそれでもね、なんかこうどうやったらもっとうまくいくかなってこう深刻に考えすぎていく時期もあったけど、でもこう真剣に考えるっていうことに切り替えていくことによって、まあ、うつ病というものもだんだん良くなっていったし、まあ、フリーランスとして仕事をするってなっても、まあ 3,4 年続いたわけですよ。で今は法人を作って経営者っていう感じの立場で新しいステージに立ってますけど、こう振り返ってみるとですね、深刻にやっても真剣にやっても大して変わんないというか、むしろ真剣にやった方がうまくいくことの方が多かったし、もう最悪ね、真剣に生きなくてもなんか割と人生なんとかなるなっていうところなんですよ。本当にね、なんていうのかな、なんとかなるなと思って何もしなくなるっていうのは良くないことだと思うんだけど、でも、まあ、基本、まあ、真面目じゃないですか。特にその病んでる人、病みやすい人、私も病みやすい人なんですけど、まあ、基本こう真面目な性格なんで、もう適当に生きればいいかとかさ、もうちょっと力抜いてもいいかなとか、まあ、もうちょっとサボりながらやってもいいかっていうふうに思っても、まあ、普通の人と同じぐらいか、まあ、普通の人で頑張ってるよねみたいなね、結局そんな状態になるなっていうことに私は気づきまして、なのでそれに気づいてからですね、まあ、なんかもうちょっとサボっていいんじゃないかなって思えるようになったし、まあ、ただカウンセラーの話ではまだまだサボれてないらしいんだけどね、まあ、でも昔に比べると自分の中でだいぶサボれるようになったなって思うし、何かこう完璧にやらないといけないとか、なんかもっとこう 100% で全部やらなきゃいけないとかっていうふうにあんまり思わなくなったんですね。何しろですね、本当に完璧にやらなきゃいけないっていうふうに思ってたとしたらですよ、私はこの動画撮ってないと思います。はい。でそれなぜかっていうと、まあ普段からね、私の YouTube 見てくださってる方だったらなんとなくわかるかなと思うんですけど、私今結構適当な感じでというか、まあ格好もね、これホテルのやつですからね、見たらわかると思いますけど、例えばちゃんとさ T シャツ着てとかさ、まあ、ジャケット着てでもいいですよ。で髪の毛とかもちゃんとセットしてみたいな、で背景もちゃんとしたところで、背景とかこれもなんかもうね、ホテルのこれどうなってんだみたいな場所で撮ってるんですけど、これちょっとね、こっちが窓際なんで光が入るようにとかして、
まあ、いろいろ工夫してやってるんですけどね、まあ、でもなんかこうちょっと時間が空いたから撮ろうみたいな、これ割と適当だと思うんですよね。例えば5年10年前の私だったらこれはできないですね。やっぱ皆さんにお見せする動画はもう 100% のもの出さなきゃいけないみたいな、まあ、もちろん手を抜いてるわけじゃないんだけどね、手を抜いてるわけじゃないんだけど、深刻に考えることをやめるとですね、ちょっとこう精神的に余裕ができて、まあ、皆さんがどういう動画を求めてるのかみたいなところまで踏み込んで考えられるようになったんですね。なんかこう 100% のものを出そう、 100% のものを皆さんに提供しようっていうのはこっちの傲慢なんですよ、結局のところ。もちろんそういった姿勢はね、まあ、評価できるし大事かなと思うんだけど、じゃあこの動画を見てくださってる方、普段ホッシーのメンタルハックチャンネルを楽しんでくださってる方というのは、私がビシッとしてさ、もうなんかバチッと決めて完璧な感じでね、メンタルにいいことはみたいな感じで言ってほしいのかという話になってくると、まあそれは違うかなと。なんかこうある意味でなんか、あ、ホッシーさん今日緩いなとかさ、今日なんか、あ、今日ホテルに来てんのかなみたいなやつっていうのも、まあ別に会ってもいいんじゃないのみたいな、なんかこう友達にビデオレターを送るぐらいの、まあそれよりはもう少し硬いけどさ、まあそれぐらいの感覚で、まあ、見ていただいた方が、基本的にはそのメンタル的ななんか疾患を持ってるとか、まあ疾患はないけど病んでますよっていう方が見てくれてるわけじゃないですか。って考えるとなんかまあ硬すぎるのも違うかなと思うし、まあ、そんなにこうね、こだわり抜いた動画とか、なんか途中でオープニングがバーンって入ってきてさ、すげえなんかおしゃれな感じでなんかこう背景とかもなんかこうちょっとおしゃれな感じにね仕上げてみたいな、まあ動画のクオリティにこだわるんだったらそうなるんですけど、まあじゃあそれをね見てくださってる方が求めてるかっていうとまた話が変わってくるのでね、っていう感じで、私もそんなに力入れなくていいし、見てくださってる方もそれぐらいでいいよってこう受け入れてくれる、かつそれで楽しんでいただけるっていう、こうお互いいい状態なわけじゃないですか。でこれは動画に限った話じゃなくて、ほとんどの、まあ、仕事もそうだし人間関係もそうだと思うんですね。じゃあどんな人と友達になりたいのかと考えた時にさ、もうなんかすげえ金持ちで、もうイケメンで、もしくは美女で、何もかも完璧でっていう人、もちろんそういう人もすごくいいと思うんだけど、まあ、でもさ、じゃあちょっとなんか今日は久しぶりに飲み行きたいなとかさ、なんかこう焼き鳥食べたいなみたいな時に、そんななんか超ハイスペックな人連れていけないですよね。ちょっとなんか申し訳ないなって気持ちになるじゃないですか。でもなんかちょっとゆるい感じの友達とかさ、地元の友達とかだったら、まあ、割とそういうとこ行けますよね。なんかこう完璧じゃなくていいんだなと、その相手が求めていることまで考えると完璧じゃなくていいんだなって思えると、私はその深刻に生きるよりも、まあ真剣程度でいいのかなと、まあ真剣まで最悪いかなくても、まあ適当に緩く生きるとか、緩く生きることを目標にとか、あ、また力入ってんなって意識することも誰にとってもいい話なのかなと思って、最近はね意識するようにしてます。で、私がもともと完璧主義だったから分かることなんですけど、その自分が完璧にしなきゃ完璧にしなきゃと思ってるとですね、相手には求めてないつもりでも相手に対してもね完璧を求めてしまうものなんですよ。これ不思議なんですけどね、不思議なんだけど、なんかこう自分でも気づけないというか、無意識のうちになんかこうハードルを上げてしまっているんですよね。でこれがやっぱりね、誰に対してもこう不幸を呼んでしまうというか、そういう面があるので、なんかこう深刻ではなく真剣に生きるであるとか、真剣よりもさらにランクを下げて緩く生きるみたいな感じのことをね、目的目標にすると、なんかこう人に対してもあまり完璧さを求めなくなったというか、もうなんか別にいいんじゃないみたいな、そんななんか無理しなくてもみたいな感覚にね、不思議となってきたんですよ。これね、私自身がそう思うっていうのもあるんですけど、動画でね、動画を普段見てくださってる方がね、過去にこんなコメントをくれたんですね。ホッシーさんの動画っていうのはめちゃくちゃやる気が出るとか、めちゃくちゃ頑張るぞみたいな感じにはならないんだけど、なんかまあ自分なりに進めていけばいいかなとか、ちょっと緩い感じで始めてみようかなって思えるようになりましたっていうコメントね、まあ結構いただくんですよ。でこれはね、私の狙い通りでありがたいなと思ってるんです。まあ、自己啓発的にさ、やろうぜ頑張ろうぜみたいな動画っていうのは、まあもちろんたくさんあるし、それはそれでいいと思います。それを求めてる方もいると思うしね、それはそれでいいと思うし、私も時々そういうの見てね、勇気いただいたりとかするんですけど、まあ、やっぱりこう心が落ち込んでる時とかね、こう病んでしまってる時っていうのはね、そういうのはちょっときついんですよね。いやちょっとまあわかるけど、まあ、ちょっと待とうやみたいな、そういう感じになっちゃうので、まあなんかそういうのもいいけどさ、ちょっとなんかこう緩めというか、もうちょっとなんかマイペースに、自分のペースにを支えてくれるような動画とかあってもいいんじゃないかなと思って始めた面もあるので、まあ私自身がね、こう落ち込んだ時に自分の動画を見返してさ、なんかこう自分に励まされるみたいなね、あ、昔の俺結構いいこと言ってんなみたいな感じの振り返り動画であったりとか、まあ、アウトプットにも使っているので、
なんでこうそういう動画を目指していたからこそね、自分なりのペースで前に進もうかなと思えてますっていう言葉っていうのは、まあ、すごく嬉しいなと思ってます。本当にですね、深刻に行き過ぎてしまってそれに慣れてるとね、こう気づけないんですね。なかなかね、気づけないし気づこうともしないんですよ。自分はこういう生き方しかできないとか、むしろそんな風にすら思わない、もう何の疑問も持たずに普通にのうのうと生きているように見えて、実はめちゃくちゃ深刻に生きてるみたいな。それで気づいたらなんか落ち込んでいってしまって鬱になると。で、なんで鬱になったのかわからないみたいなこと、本当によくあるあるのパターンなので、自分って本当にこの生き方でいいのかなっていうことを、まあ、ちょっと時間のある時に見返してみてですね、深刻すぎる方は真剣にと、で真剣すぎる方はもうちょっとゆくっていう感じで、まあ、ちょっとずつ下げていけるとね、まあ、もう少し生きるのが楽になるんじゃないかなと思います。今回はこんな感じでありがとうございました。